はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。今日はですね、また僕が一人でできるネタなんですが、このランクル80、まあ、古い車で、まあ、今の、まあ、ランクル200でもそうなんですけど、やっぱりランドクルーザーって車はこう平面が多いわけですね。まあ、最近のこう流線形をしている車とは違うので、やっぱりですね、風切り音すごいんですよ。まあ、ジープラングラーとかあの辺に比べればマシな感じはするんですけど、まあ、やっぱこの辺ね、あの高速道路なんか走ると風切り音結構するわけです。でですよ、最近の車って、まあ、流線形をしてる他に、なんかね、こういうところにいろいろフィンがついてたりするじゃないですか。で、あれっていうのは、まあ、燃費とか、高速安定性とかに寄与したりもするみたいなんですけど、風切り音の低減っていうのもしてるらしいんですね。で、ちゃんと後付けであるんですね。いろんな電子系のパーツ出してるエーボン工業さんに風切り音低減フィンセット4986という製品がありましたので、これをですね買ってみました。こいつを取り付けて80高速道路での風切り音低減するのかやってみたいと思います。で、商品の内容としては、よいしょ、こんな感じで、丸い突起、丸い突起が2つ、そして、背びれが6つ、あとこのなんか3本背びちっちゃい背びれがついた、板が2つということになってます。で、この中で僕がですね今80で気になってるのはこのあたりですね。このミラー周り、ミラーにね、明らかに風が当たってる風切り音がするんですよ。で、ここに取り付けるパーツが、この、丸い突起と、このフィンですね。まあ、これをですね、取り付けてみたいと思います。具体的に付ける箇所、まずこの、丸い突起ですね。これはね、この辺みたい。ミラーの、下側につける、あ、つきそうですね。つけるものみたいですね。で、この小さなフィンがついてるものっていうのは、ここですね。ミラーの内側につけるみたいなので、まあ、ちょっとこの2つ、簡単にパーツクリーナーで脱脂して、取り付けをしてみます。これでも、左右バラバラなのは、まあ、同時に見えないからさ、いいんだけど、左右バラバラなのは嫌だよね。でも、これといって目印ないんで、どうしましょうかね。つけちゃうとこれ位置ずらせないと思うんでついちゃいました。ほぼほぼ水平だと思う。こんな適当でいいんだろうか。さあ、高速道路が近づいてまいりました。なんかパトカーがいたな。どうかな。まあ、こんなちっちゃなもの、しかも安い、これでそんな効果があったらびっくりだけどな。まあ、そもそもね、このランクルディーゼルっていうこともあって、まあ、うるさいんで、まあ、その風切り音が静かになったからって多少のことなんだけど、さあどうでしょうか。だいたいこう映像で見てもらっても分かるように、以前の状態では60キロぐらいも超えてるとね、結構風の当たる音がしてたんで、どうかな。はい、
約100キロです。少なくなったかも。さっき70キロ、そうですね、行きで70キロから80キロの感じも試したんだけど、あ、まあ若干静かになった気もするな。気もするだけかな。さあどうでしょうか、皆さん映像で聞き比べてお分かりになるでしょうか。かなり微妙ですね。はい、ということで、ですね、まあ、これピラーのところをつけてないからっていうのあるのかな。いや、多分そのミラーのところ風切り音はあの丸のやつとちっちゃいフィンが3つついてるやつだと思うんですが、あのつけてみてですね、効果があったって言われたらそんな気もするしみたいなね。なのでもうなんか山劇的に効果があるとかっていうのは、正直ないです。ただまあ、感想としては100キロで走ってる時はこう風の音がなんか前よりもこう荒々しくなくなった、なんか変化が少なくなって、音量が絞られたとは思わないんだけど、なんか落ち着いた感じはあります。で、70、80キロで走ってってみた感じはなんか音ちっちゃくなってる気がする。ちょっと映像でまた僕も見比べてね、ほぼ同じ位置にマイクつけてやってるんで映像でまた見比べてみようと思いますけど、まあちっちゃくなった気もするということで、まあ安いんで気安いにはいいんじゃないでしょうかっていう感想でした。はい、この動画が参考になったという方、ぜひ高評価をしていただけると、面白かったと思う方は、ぜひ高評価を押していただけると嬉しいです。以上、桃助でした。バイバイ。